どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。今回は本好きの下克上を見ていきたいと思います。それでは早速始めていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。あ、前回のこのインク協会の人たちがね、なんか不穏な動きをしてるよね。これ後々結構やばいことになっちゃうんじゃないかな。なんかこの回の最後にもそのインク協会の人たちと、あれは誰なんだろう、後ろ姿が映ってる貴族っぽい人がいて、その人となんかね、闇の取引みたいなことしてたから、いやそのマインは、神殿の方に、こもったから、身の安全は大丈夫だとは思うんだけど、そのマインのこの家族の人たちとかね、ルッツの方とかが絡まれなければいいけどね、インク協会の人たちに、悪い意味で。そしてやっぱりこの3期になるとキャラクターがいっぱい増えるらしいですね。キャラクター3期以降かが、昨日生配信やってて、本当に面白くなるのは第6期ぐらいからって言ってる方がいたんですけど、そんなに続いてるんだ原作って思っていや、この曲もいいな。遠山さんの声ってすごい好きなんですよね。この透き通るような感じ。前のクールだと、あの異世界食堂のエンディングを多分歌ってたと思う。異世界食堂自分は見てないんですけど、あのエンディングの PV だけ YouTube に載ってるんで、公式のやつが。さあ、冬ごもりと今後の話。そうか、冬ごもりね、ついに。はい、奉納式に向けて今動いてるんだもんね、マインの方は。ホームシックは大丈夫ですかマイン。あ、そういうのあるの、寝ていて。変わったねデリア。練習してます。え、そうなの。マインにとっては死活問題だ、しょんぼりヘニョン。料理か。おお、勉強熱心だね。これ欲しいよね。意外と。切る。神殿教室の先生。なるほどね。そうか、すべてはそこにつながっている。アイラブブック。あ、そっか、書くことね。
うん、おすごい向上心。ああそうなんだね。まあでも配慮心感にやらせるのもいいんじゃない。ああいやいい、そうね。確かに。あ、ちょっとやきもち焼いてんじゃないギル。おお、板でね。そうか。あれって違うの？所持版と。普段もらってたもんね。なぜ？おお、隣町の、こんなこと言ってたか。そうかそうか。やるっつすごいよね、一人でここ来たりさ、仕事したり。あ、そうなんだ。まあそれはそうだよね。確かにね、こういう身分のあれがあるから。お姉ちゃん、トゥーリ、わあ、いい、ああいう背中こうさすってね。やっぱ寂しいんだね、マイン、すごく。わあ、今の待ってが切ない。ここに来て灰色神官との身分差がかったらこう描かれたりとかしてる。カルセットさんが来る日。いや、結構この生活になれるのもすごく大変だね。やっぱり初めての経験だからね。こうやって一人でご飯食べるのとかも。でもこれが青色神官っていうことなんだよね、多分ね。灰色神官はここにいちゃいけないんでしょ、多分。ホームシックだ。マイン、
いやー、この寂しさで魔力暴走しなければいいけどね。 いや、切ないね。ひどくなってった。なんか悪い方向に行かなければいいけど。でも今の生活が当たり前なんだよね、青色新刊の。ペンノさんに抱きついて。いや、ペンノさんならいけるって。ははは。そうか、なるほど。すごいね、察しがいい。さすがだね、弁野さん。この間ボロボロになったやつか。なんだ今の目の合図は。え、何何？色構造じゃん。これは、あの時だよね。2期の最後の。あ、ここに、あ、その同じ人か、あの人か。ダームウェル。これで罪終了か。そっかそっか。前にお願いされてたもんね、今の。また用意されている。お。そういうことか。やっぱりインク協会のことか。した後にああいうことやってんだ。全員の承諾がなければ解くことができない。何でもやるよって。
インクのこともしかり、そっかそっかそっか、死ぬ、顔え、身食いの従属契約なんだっけ、周りの人大丈夫かね、周りの人のこともなんか利用するみたいなこと言ってたけど、就職したことになった、合格。マインの護衛を？あ、でもこの人いい人だからいいんじゃない？うん。わあ、これか。やりすぎだって言われてたもんね。ああ、そっか。ああ、そういうことか。なんてこった。やばいね。そんなことにもなりかねないな。まあでも当然なんだよね、それがね。普通そうだよね。指揮講座のお母さんが、そうなんだ、貴族の幼児、あ、カルステッドさんに言ってた、あ、そうそうそう、それ、幼女ってことは養子、うわ無理です、あ、なんだなんだなんだ、魔力、あら、うわ本気だわ、本気の思いのうちが出てきちゃったみたいな感じ、すごいね、それもあってか。ああ、またまた。
族に会えないにすごい反応するね。あらららららら、らこれはいい。うん、国のため、10歳。うん、いやー、新館長優しいね。うん、そうか。いや、これ絶対なんかありそうだね、今後にね。10歳まで、それまではもう家族に甘えなさいと。はあ、なんかすごいね、やっぱり1期2期とは違う物語の進展の仕方をしている。そのインク協会の人たちが、まあ、やろうとしていること、ある程度は弁野さんが言ってた通りなんだろうね、思惑というか、それをこうなんとかしのいでいく。新館長が本当に親身になって 協力というか、マインのことを守ろうとしてくれてるから心強いけど、マインのね、あの家族、あの魔力が暴走しかけてたから、今回それが一気に、あの奉納式がこれからあるから、で奉納式の時に新殿長も必ず来る、まあ、絶対来るから、そこでこう顔を合わせて何か言われたりとか、何か脅しをかけられるようなことがもしあったら、マインのこう魔力が爆発したりとか、そういうような流れにもなりかねないと思っちゃったりもしてるんだけど、いやー、どうなっていくんだろうこれから。あ、おー、もう次奉納式だ。奉納式と春の訪れ、これリバーシー、なんか自分はオセロっていうのがしっくりくるんだけど、リバーシーとも言うらしいね、こういうの。うん、あ、なるほどね。うん。あはは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 。ベンの、ベンのさんの教え。ここに生かされているね。あ、また素敵な絵が出てますね。いやー、今回も面白かったですね。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。